こしながらお団子を作っていきます。この時に耳と顎の延長上にちょっと高めに持ってくるのがポイントです。これも手でさっくりかき上げて楽に作っていくと可愛いです。でゴムで留める時にこの毛先が何に来るように留めるのが今回のポイントです。ぐっとねじりながらポイントに持っていきます。Thank you.